好了，我们来看这学期最后一趴，好不好？希望这一趴各位看完了，期末就欧趴。来，请听第三段。それから、お母さんが作ってくださった煮物の味は忘れることができません。私がおいしいと言うと、またたくさん作ってくださいました。そして昨日はお父さん、お母さんが花火を見に連れて行ってくださいました。大沢町で美しい花火を見たことは、このホームステイプログラムの中で一番思い出に残る出来事です。好，来解说了。それから、お母さんが作ってくださった煮物の味は忘れることができません。然后，这还有其他的吗？然后呢？妈妈做的，做给谁？做给我们，做给我嘛。所以作ってください也用了这样的一个受受动词的敬语。煮物，煮物是什么呢？其实就是卤的东西啦。你要把它翻译为卤味也可以，但是会有一点太台，我们就红烧的食物嘛。所以から、お母さんが作ってくださった煮物の味は忘れることができません。然后，妈妈做给我的这个卤的东西的味道无法忘怀。私が美味しいというと、またたくさん作ってくださいました。我一说很好吃，又做了很多给我。哎呦，这跟各位的妈妈有点像，对不对？哦，做了一个东西，哦，好好吃，好吃，好吃，是不是？接下来连吃它一个月，大家的都一样，好。哎，またたくさん作ってくださいました。马上啊，又做了很多了。そして、昨日はお父さん、お母さんが花火を見に連れて行ってくださいました。又一样出现了，てくださいました，都是对行为者的感谢啊。然后昨天爸爸妈妈带我去看烟火，花火を見に連れて行ってみます。看什么？看烟火。这里 mas 前面为什么要呢？是因为 ikimas 需要一个呢，带我去看烟火。大沢町で美しい花火を見たことは、このホームステイプログラムの中で一番思い出に残る出来事です。注意最后一个出来事的事是浊音，所以在这边它是一个复合名词咯。出来事的出来加上事的事变过了，发生的事情其实就是什么事件。在大沢丘看到美丽的烟火这件事情，是在我整个寄宿家庭的行程当中，この homestay のプログラムの中で印象最深刻的。好，前面出现过，留在印象中就是印象深刻，所以一番思い出に残る出来事です。好，再来我们继续的听第四段了。いよいよ明日東京に帰ることになりました。いろいろなことを思い出すと、大沢町や家族の皆さんとお別れするのが悲しくなります。日本に来て初めて家族と一緒にいる気持ちを味わいました。そして日本語も少し上手になったような気がします。いろいろな日本の習慣を教えていただいて、家族の温かさを感じることができました。お父さん、お母さん、おばあちゃん、みどりさん、ありがとうございます。このホームステイの担当の方々をはじめ、大沢町の皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。好，来看一下演讲最后这一段。いよいよ明日東京に帰ることになりました。Kodo ni naru 出现了，它虽然是在终极的一个句型，但是非常重要。它表达了什么？如果你只用 kaerimasu 我要回去，听起来好像他受到虐待而主动说要回去。现在回去这件事情不是自己能够控制的嘛？他也表达了他自己可能有一个千百个不愿意啊。这个时候就用那个 Kodo ni naru 告诉我们，这是事实，不是我的意志。いよいよ明日東京に帰ることになりました。明天就要回东京了。
いろいろなことを思い出すと、大沢町や家族の皆さんとお別れするのが悲しくなります。いろいろなことを思い出すと、思い出是回忆 memory 名词，但是思い出す回想想起来是动词，一想到许多的事情。大沢町や家族の皆さんとお別れするのが悲しくなります。变得难过。什么是变得难过呢？お別れする分离。这个分离，它特别用那个谦让语，其实还蛮普遍的，因为我们很客气、很委婉，这是一个尊敬的说法。おじゃます、行家思路。敬语哦，这个敬语当中的谦让语，和大沢町以及寄宿家庭的每一个。在一想到许多的事情，要和大泽町，要和家里面的每一个人分开来，就变得悲伤。日本に来て初めて家族と一緒にいる気持ちを味わいました。味わう尝，所以在这边什么，从品尝变成了一个体验、体会。来到日本，第一次体验到和家人在一起的心情。初めて家族と一緒にいる、就是気持ち。好，再来。そして、日本語も少し上手になったような気がします。気がします、觉得什么呢？觉得日文好像变好了一些，好像稍微变好了一些。そして、日本語も少し上手になったような気がします。いろいろな日本の習慣を教えていただいて、家族の温かさを感じることができました。いろいろな日本の習慣を教えていただいて、得到他们教我许多日本的习惯，我能够感觉到家人的温暖。温暖温かさ，一去掉加さ，现在变名词了。来，最后，お父さん、お母さん、おばあちゃん、みどりさん、ありがとうございます。红爸、红妈、红奶和小绿啊，小绿是谁不知道了？就是家里面的，可能姐姐妹妹嘛。谢谢你们。このホームステイの担当の方々をはじめ、おはじめ又出现，我们没有再画起来了，因为前面有以什么为首，从什么开始。大沢町の皆さん、本当にお世話になりました。从负责这个寄宿家庭的各位，一直到大泽町的每一位。真的非常感谢，真的受你们的照顾了。所以这边红斗牛希望你拿里玛西达，其实已经算是一种表达谢意的话了。只是后面再讲一次，阿里嘎多ございました。好，谢谢同学在这几个礼拜，甚至这一整个学期的努力。那我们这一篇不像之前要录音，好不好？啊，你之前是已经录的，赶快把它删掉。我们没有要录音，会有另外一个期末报告。啊，注意期末报告，我会公布在社团里面。好，公布在社团里面，记得去看一下。拜拜，9月见，好不好？希望9月见得到各位。拜拜。